はい、どうもフライのロトです。長平です。はい、俊です。はい、ということでですね、僕たちおたげ打ち師なわけなんですよ。おたげ打ち師どっちもおたげ師で、それですね、まあ僕たち普段ねサイリウム使うんですよね。あ、サイリウムってあの光る棒です。光る棒のことサイリウムって言うんですけど、そうそう、サイリウム、まあ演出上でまあ折ったりするわけなんですよ。例えば叩き折ったりとか、まあ握って折ったりとかね、サイリウム同士をぶつけて折ったりとか、まあいろいろね、こう演出で使うわけなんですよ。で、そういうところをこうお客さんがこう光った瞬間にね、おおみたいな歓声がこう上がるわけなんですけど、僕たち演出上では一本ずつしか折らないわけですよ。そう、一本ずつまあ折る場合が多いと、基本的には。でもみんながこう一本ずつ折ることによって、おおみたいな、こう一気に光っておおってなるわけなんですよ。じゃあ果たして一人で何本一気に折れるのっていうの気になりませんか？なるほどね、なかなかやらんね、それは。わからんわ、うん、っていうことなんで、はい、じゃあ今日はどんだけ一気に折れるのっていうのをね、二人にはね検証してもらいたいと思います。はい、それではね、今から何本一気に折れるかやっていきたいんだけど、投げたりとか、そう、投げたりとか、この手から離れるっていう状況を作ったら失格です。あ、両手で折るってこと？そう、両手で折る。まあ別に叩き終わってもいいんだけど、まあ、そうそう、基本的に手から離れたら、まあ、ね、不正な壁には全部当てたりとかしたらさ、まあまあ、まあ、限界がね、そこしなくなっちゃうから、だから、手から離れたらアウト。はい、両手で折ってもいいし、片手で、まあ折ってもいいと。どんな折り方をしてもいいけど、手から離れたらアウトということで。はい、はい、じゃあまずは、1本目、ロードから。いいですか？じゃあ掛け声は、まあおたげ打ち師っぽくね、チェックセットオープンで、オープンでお願いします。いきますよ、1本目、チェックセットオープン。で、まあ当たり前に光るんだけどね、1本はそれはいつもやってるからね。1本これだけ光ったらね、もうおたげやめなかった。うん、さすがに1本はいつもやってるからね。オーケー。はい、じゃあ恭平、1本目の挑戦です。いきます、チェックセットオープン。はい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 。まあまあ、そりゃそう、そりゃそう。一本、そりゃそう。一本はいける、さすがに。はい、じゃあ、二本目。まあ、二本目もまあ別に、一本ずつ片手ずつで折ることあるからね。はい。じゃあ、いきます。いいですか？ロト、二本目の挑戦です。いきます。チェック、セット、オープン。あ、あれ？え？あれ？もう一回。すみません。もう一回。敵やめなか。敵やめなか。それは。罰ゲームつけた方がよかった？もしかして。もう一回。もう一回、もう一回。はい。じゃあ、いきます。気を取り直して。ロト、2本目の挑戦です。いきます。チェック、セット、オープン。さすがにね。さすがに。それはね、さすがにね。はい。じゃあ、いいですか？次は、恭平、2本目の挑戦でございます。いきます。チェック、セット、オープン。おー。それがやりたかった。それがやりたかった。クリアですね。じゃあ、2人とも2本目成功ということで。はい。3からだよ。ここまではだってね、ここまではいろんな炊き方したことあったから。こっから厳しくなってくる。こっからですよ、未知数。普通にいけんのかな、3って。いけそうだけど。まあ、3はいけそう。3はいけそう。よし。はい、いいですか？じゃあ、ロト、3本目の挑戦です。いきます。チェック、セット、オープン。あ、いけるいける。あ、いけた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 。厳しい。なんで厳しい。やばいよ。危ない危ない。ギリギリ、うん。意外とこれ分厚いからね。うん、分厚いっていうか。痛かったもん。結構硬いからね。うん、硬い。さすがアークってとこ。はい、じゃあ3本クリアです。ギリギリね。うん、3本で結構ギリかもしれない。うん、知らない人いるかもしれないけど、これ結構硬いからね。硬い。僕だからこう、ちょ、机に当ててたらね、分かると思うけどね。そう、結構もうコンコン言うぐらいね、硬い。痛い痛い。言うんでしょ。うん、痛い硬い痛い。痛い硬い痛い。はい、いいですか？これ結構持ち方重要なんじゃね？あ、そのおにぎりスタイルいく？おにぎりスタイル、これでいくわ。じゃあいきます。今日は3本目の挑戦です。チェック、セット、オープン。あ、おいおい。いけ、頑張れ頑張れ。やったんじゃねこれ。あ、無理だ。あ、まあ一気にじゃないので。計算。アウト。
マジえ、3本いったで。これむずい。これの方が分かったんかな。まあでもね、持ち方普通に、まあ、普通に多分折り方が問題だと思った。まあ力が弱いんじゃない、うん、これ逆だったんかな、普通に。これ2本が右側がいいかもしれない。いけたやつだ、俺。ん、いけたやつ。はい、4本見して。4本、4本ね。多分色違う。怖い。まあいい、まあいい、まあ4本同時に引かせる。ちなみにマジで、うん、多分2年ぐらいもう腹気してないの。ああ一時ね、ちょっと歯痛くなったんで。やめたよね。いや4本だから別に叩きつけてもいいからね。手から離せなかったり、4本片手だったら。ああ、そうか。そう、じゃあつまりこれでいいのか。そう、床は別にあるよ全然。じゃあロト4本を床抱きで挑戦です。いきます。いい、いや、チェック、セット、おぉ、ペン、あー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。はい、まあ、なんとかこれで、これでね、なんとか4本、なんとか4本。うん、でも、片手だった場合、もうきちい。サイリー温めないと、冷たいと硬いからさ、歯で炊けない気がしてきた、冬だし。はぁ、なるほどね。そう、ちょっと脇で温めて。はい、じゃあ行きますよ。じゃあ、ロト、5本目の挑戦です。いきます。チェック、セット、オープン。記録3本。うち全然いけたわ。記録3本でございます。いや、いけてない。いけた、うん、うん、いけてないね。さっきさ、何も考えずにやったんだけどさ、なんか座ってるからか。うん、はい、じゃあ行きます。ロート5本目セカンドチャレンジでございます。行きます。チェック、セット、おお。ちょっと実際、まあまあまあ、よしとしよう。今のはじゃあ次、いいですか。ロート6本目でございます。じゃあいいですか。6本もうきつくない。じゃあいいですか。ロト6本目でございます。ほほやん、口と、うん、2本いける。口多分無理だよね。6本手でいく。無理か、さすがに。いや、これやばいよ。いや、多分絶対無理。中身じゃやったらと思うから。いや、正解だ。ほら、頭はもうないね。って言って、今ので結構痛かったけどね。いけるかな。これ無理な気がすんだよね。そう、うん、だって力が入ってないもんも、この持ち方。ああ、なるほどね。これだな。これだわ。いや、じゃあロト6本目の挑戦です。いきます。チェック、セット、オープン。そりゃそう、そりゃそう。そりゃそう、そりゃそう。え、痛いだけだった。そりゃそうだわ。一本も避けてない。無理か。無理無理無理。6無理か。頭やばい。6無理なの。ちなみに次に行きそうだったもん。いけない、そうなのは。これか、うん、まあ、これだわな。あの、そこで。それやってみる、一回。一回やってみようか。いいよ。チェック、セット、おー。あ、無理だ。あ、無理なんだ。2本だ。こっちがもう、サイリーは硬い。夢に向かって今飛び出していこう。僕の答えも君の答えも全てに意味があるとして探したって。でもその手に無理なんだね。それがつまりのつまり5本が限界ってこと。うん、一気に炊くな。5本が限界。よし、1回やってみる。5本、6本。いや、楽ね、多分無理だべ。はい、これまた色違う。これが無理だったんですよ。そう、いや、それ多分間を空ける。あ、無理かも。いや、無理だよ。力入らんと思う、それだと。いや、無理でしょ。奇跡だよ、もう。いや、
頭結構いいと思ったんだけどな。来ました、これだ。あーなるほどね。あそれだったらまあワンチャンあるわ。並べて膝でいくってやつね。え、ありでしょこれ。うん、別にありじゃない。これ多分いけるわ。はい、チェック、セット、オープン。あ、いった。お、すげえ。無理やん。いった。無理やん。無理無理無理。いった。これね、無理。え、無理。うん。あ、無理だわ。おー、すげえ。無理だわ。やってやってやって、自分の好きに向き合うもん。うん、これ無理でしょ。あ、無理なんだ。普通にもう押してるだけみたいな。あ、無理なんだ。いけそうな感覚もあるんだけどね。無理だ。あ、無理なんだ。手に持ったタイミング、あ、いけるわってなる。これ折れるわってなる、絶対。無理だ。